はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。今日は契約のこれ橋の修理ですね。これをやっていこうと思います。緊急事態だ。橋の一部が壊れた。大至急修理する必要がある。このせいで島から出られない研究者も多数いる。島から出るには泳ぐ以外の方法はない状態だとなんか船とかあった気がするんだけどね。ほら桟橋もあるしまあいいか。島の端まで、解体されたキャタピラー 770G と鉄骨針3とセメント4を運ぶと。で、鉄骨針はここですね。ここまで発電機を持っていけば、まあ、ここで生産できるんで、ここから運ぶと。まあもう運んじゃったんですけど、はい。で、セメントはここですね。ここに倉庫に4つ残ってたので、それをもう持ってきました。なんで、あとはこのキャタピラーを、そこまで運ぶんですけど、結構道のりは長いんだけど、前回見つけた近道、まあ、ここまでは普通に来ますよ。この内側をね、取る。ここが圧倒的に早い。ので、ここを通ります。はい。ここ便利ですよ。よし。で、まあ行きましょう。ここから、出る方が難しいんじゃないの？このちょっと回らないリリーロングフォーンで引っかかるな普通に行くと引っかかるな。違うな、逆に切り返したね。こっちに出よう。あれ？で、こういうの地味にめんどくさいよね。じゃあその出る角度が良くないんだよ。ちょっと大きく回ってくれれば。よし。ここね。舗装路はこんなにな。途中でもう沼地に入っちゃうんだよね。沼地乗り越えたら、ガレージに着いて、あとは、まあ、その近道で、はい、行きましょう。割とサクッと終わりそう。これは、この橋の修理をやらないと、フェリーが修理できないんですよね。こう早めにフェリーを開通させたくて、ちょっと優先的にやっとこうと思います。橋の、真ん中にも行きたいですし、ね、ロッククライダーのアップグレードも取れないので、早速アップするんでね。街ね、大変ですけど、まあそういうゲームだからわっ、重たいのか、結構重たいのかこれ。もうちょっとね、普通にやる人は適したトラックがあると思いますデリーロングホーム悪くはないんですけど、よいしょ、よいしょ。重たいんだね、結構ね、これ。まあ、そらキャタピラーは重たい。全部乗ってるんだってことですよ。どうせ組み上げるわけじゃないですか、キャタピラー。組み上げてから運転していった方が早いんじゃないかと思うんだけど、ここまで運ばないといけない。よいしょ。この辺はウインチを駆使してなんとか行きましょう。よいしょ。おい、全然ね、進まないね。よいしょ。ローでもか、あ、ローの方は進むね。空回りしてるわけではないと思う。いけるか、進み出した。あ、ちょっと待って、ここ木がないぞ。倒木？これは折れるよ。あ、
あ、ちょっと待って、これスタックしてる、もしかしてスタックしてるんじゃないか、これは。そっちから行った方がよかった。これは確実なことな。あ、これがいけるか。ミンチのことを考えて、チルラインをね、決めないといけないですよね。ちょっと前のやつ、すごいな、どんだけ重たいの。え、何引っかかってるの。お腹つかえてる、もしかしてこれ。ああ、そんな気がするな。ちょっとね、このもう一つ考えないといけないのが、このお腹つかえ問題ですよ。で、こういうの運ぶときはちょっとタイヤが大きくてね、なんていうか車高が高いやつ、車高っていうのか分かんないけど、を選んだ方が運びやすい。それこそ、よいしょ、あれ、ここまでかな。これをこう、ちょっと浮かします。そうそうそう、こういうの考えるのは、まあ、楽しいですよね。楽しいと思える人は向いてますよね、このゲーム。だから、なんていうのかな、新入社員とかにやらせるとすごいタイプが分かるよね、この人の。絶対こういうゲーム我慢強く、粘り強く進める、ね、物事をられる人は、ね、できるし。でかい、でかいトラックでね、一発で運ぼうとする人とか、道じゃないところを行こうとする人とか、いいかもしれない。一回なんかファクトリオっていう工業系のゲームで、面接をするっていう、その結果でデータで、っていう会社ありましたね、2年前ぐらい。それファクトリオ面接、ちょっと面白そうだなと思って、冷やかしでやってみようかなと。その会社はそういうのを求めているみたいな。大丈夫。あんまりかっこいいではないね。バランスが。後ろの方はでかいもんな。なんかな、やっぱちょっとキャタピラに負けないぐらいでかいトラックを選ぶべきだった。進んでる。ここまで来た。まだ半分ぐらいか。ガレージまで。もうちょっと行かないと。ガソリンが結構やばいな。ガソリン一回ちょっとガレージで入れておこう。一応進んではいけますけどね。重たいけど。よし、とりあえず、ガレージまで来て、ここでちょっと燃料入れていこうかな。止めて、切り離す、回収します。ちょっと明るくして、よし、でまあ大丈夫かな。明らかに乗ってるものとトレーラーのタイヤのサイズが合ってない。まあでもあんまり
そっか、重たいもの運ぶときって車高が上がっちゃうと横転のリスクが出るから、こういう低い重心になってるのかもしれない。舗装路だったらね、この理屈でいいと思う。スレスレじゃない？もうほら。ちょっと坂降りたりするときが怖いですね。で、まあ、ここからが、さっき言ってたように近道を通っていこうと思うんだけど、もしかしたらひどい目に遭うかもしれない。よいしょ。で、ここは行って普通。木があんまりない。ここあるんか。よし。まあでも AWD とデフロックは標準でついてるから。普通に走る分にはいいけどね、単純にこの後ろのトレーラーが重たいってだけ。上がって、よいしょ。いける、いける。帰る、帰そう。大丈夫か。よし、変えたね。ちょっとだけだから多分大丈夫。はい。早く川沿いに出たいですね。とデコボコしてたかな。前回は普通にまあトラック1台で行ったぐらいだから難しいところもあるかもしれない。あれ、あ、違うわ、そっちだった。俺なんで。まあ、まだ修正は効く。危な、マークつけてなかったら間違えてたな。そっから降りないといけない。まあ、この辺でいいのか。この辺から駆け降りる感じだね。ちょっとあそこ見て、ね、このゲームの性質上カーナビがつけられないので、割れるか、割れないな。後ろが重たい。打ち上げよう。で、こっちに降りていきます。おー、ちょっと引っかかれそうだね。ちょっと木のそばから降りていく。やっぱり、まあ、使えるわな、ここはな。この辺が引けたらいいけど、いいか。それ倒木、1個倒木あるから。倒木ではない、これ。倒木ではないな。飛んでいったわ。よし。この辺引くしかない。あ、もう、前に頑張って引くか。前も届かへんな。あ、厳しいな。なんかピクピクトラックが動いてるのがすごい気になる。一旦こっちに行くか。いけるか。この辺でこぼこしてるから。やったね。降りよう。駆け降りよう。はい、来れました。こっからね、近道です。向かいの島ってことだね。ちょっとでも石があったりするし、ウンチがあんまり使えなさそうだから、このトレーラー引っ張っていくにはきついかな。
ちょっと注意が必要ですね。きついっていうか、まあ道のりは早いと思う。危ない中タイヤ浮いてるけど、いけるかな。僕あるし、なんとかなるか。これぐらいの幅だったら別にボートで行けそうですけどね。あとまあ最悪泳いでも行けそうじゃないよし、こっから登るんだったっけ。ボートとかねあるのにねこれだけの幅ですか、ね、質はできそうだけど。あ、ここがもしかしたら難しいかな。ウィンチないね、ここ。いる。石ころ。石がゴロゴロ転がってる。ちょっと厄介だ。で、なんか、木一本植えといてほしいけどね、ここ。ウィンチポイントね、欲しいところにはなかったりする。まだもいけるか。この登り切った後だよね、お腹がつっかえるじゃないですか。それがそもそも登り切れない。大丈夫、これがちょっと心配。ウィンチがない。ほら、あ、これスタックすんなちょっと待って、やばいな、これ。これやばいな。ここだ。これは無理じゃない？どうしよう。ないんだよな。一回切り離すか。これね、もう一台呼ぶしかないと思うんだけど、粘れたら粘りましょう。火があるのがここか。こっち側に一回ちょっとこれ引っ張るか。引きずって持ち上がるもんでもないと思うんで。よいしょ。よしね。いけるか。あ、いける。意外といける。意外といける。諦めない方がいい。ちょっと右だね。ちょっと一回切り返そう。危ないから。もうちょっとこっち持ってきたいけど、そっちに下にこれが落ちたらもうそれこそ救助案件になると思う。もう一個ちょっとでも坂あるんだよな。こうしといて、これぐらいはくっつく。よし、いけるか。なんとか切り抜けました。いろいろやってみるもんですよね。よいしょ。ここもちょっと気が遠いけど、お、引っか、石に引っかかりたくないな。大丈夫か。 OK。 あー、ちょっと前見えてなかった、ね、ここね、ちょっと遠いから。あ、ちょっと、ちょっと待って、川に落ちるこれじゃないな。ギリギリ届いた。よし、こっちに修正。なんか引っかかる？これまたちょっと苦労はするね、近道といえど。早いのは全然圧倒的に早いと思います。で、まあもうちょっといいトラックを使えば全然余裕だったと思うので、よし、ここね、なんとかいけそうかな。これじゃあまだね、本当にね、溶かしてこの隙間通れるちょっと待って、ちょっと心配。
ギリ大丈夫か。いけるか。大丈夫。まっすぐ行けばいけるね。斜めに入っちゃうと、擦りそう。ここは、ちょっとその、こっちから行こうか。もうちょっとガソリンはまあまあ大丈夫。もうちょっとか。これを、はい、もうちょいなんだけど、どっかが突っかえてる。地面はギリギリ擦ってる。いけそうだけどね。前で引っ張れたら引っ張りたいけど、ちょうどいいのかないな。こっちに持ち上げるか。ややこしいことになったな。ややこしいことになったな。進行方向に引けない。この木は折れるでしょ、うん、もうちょっとなんだけど。ここめんどくさいな少し。あ、これでいけるか。はい、これでなんと。はい、頑張って。あと人登り。なんかめっちゃきつい。めっちゃ引っかかってる。なん、え、な、どこが引っかかってるか。これともちょうどいいのないの。後ろのトレーラーちょっと擦ってるんだよな。あ、それでか。ちょっとこっちにずらすと、いける？これで隙間ができたはず。これで、ここ引っ張りながら、うん、あ、いけますね。そう、ちょっと気に擦ってたね。もう大丈夫でしょう。あ、舗装路のありがたみが。物流ね、本当に感謝しかないよね。このゲームやってると物運んでくれるし。これを、ま、これ消える？消えるよね、さすがに。あ、消えてないけど、あ、違う、全部終わったら消えるってやつ、ね、で、順番にやっていこうか。これまずセメントね。これ先に、納品してしまわない方がいいですね、こういうタスクの場合は。何かあってリスタートした時に納品したやつも消えちゃうから。もうリスタートされちゃうから。これは固定です。これ下固定されてない。あ、ちょっとだけ浮かすか。橋が治ると、はい。彼らは自分たちが世界から断絶されていたことに気づいていたのだろうか。科学とは。そんなちょっと哲学チックな話に。よし、はい。
はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、またこの続きやっていこうと思いますので、はい、よかったらまた見に来てください。では、ここまでご視聴ありがとうございました。